北海道関接鉄道17400型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、北海道関接鉄道が、アメリカのボールドウィン・ロコモティブワークスから1896年に三両を、輸入した、車軸配置2から6から0短式に寄討の、飽和式機関車で、1905年の、 北海道関節鉄道の国有鉄道への編入に伴って国有鉄道席を得たものである。メーカーでの種別故障は8から 26D。北海道関節鉄道時代は B1 型と称したが、関節鉄道編入後は X アンペア型と称した。1909年の鉄道員の車両形式称号を規定制定に伴って7400型と改版された。 北海道関節鉄道の最初の形式であるにも、かかわらず B1 型とは不可解なものがあるが、建設用に関節鉄道から後の百0型を借り入れていたことから、同軸二軸の機関車を A とする意向があったためと推定される。また、番号は関数字で1、2、3と表記されており、これは9号機関車まで続き、10号以降は、 アラビア数字による表記となった。形態としては、典型的なアメリカ古典機スタイルで、ボイラーは、ストレートトップ型、第一感動上に、蒸気ドーム、第二感動上に砂箱を設置している。淡水車は、肩ボギー式の三軸タイプである。三両ともが、同じ形態ではなく、1は、前後に、ジャニー式自動連結機を備え、ブレーキ装置は、蒸気制動式、 大行の全小刀を装備していたが、2、3は、バッファ付きで、連環式連結機を備え、ブレーキ方式は、真空制動式、全小刀は小型であった。統合後も一貫して、北海道で使用され、7400、7401は、旭川からくっちゃん、の付牛へ、7402は、旭川から、野付牛、中遊別に移り1925年5月に、 廃車となった。民間に払い下げられたもの、保存されたものはない。ありがとうございます。